工場の開発のに、ね、あの人間にはぜひこの完成したところは見てほしいなというのがもう一番あの私の思いとしては強いですね。最近はあのこの建築に限らずさまざまな場所でルーバーは使われているのを皆さんご覧になったことあると思うんですよね。でもダイキンさんの方でもさまざまな種類、これはあの幅と奥行きがあの違うものを用意されているし、そのルーバーの表面材も種類はあのまああの床とほぼ同じような形で豊富なラインナップがあったわけですよね。なのでまあ全体のトータルコーディネートの点でもあのこのルーバーをまあ使ってみようというふうにまず考えたわけです。床壁天井の材料があの同じものにしようと思えばできるというメリットがあるわけですよね。で逆に言うと少しだけ同じ同系色で明度が少し違うとかいう形でやることによってなんかこうあのその表情を少し変えてみようかみたいなこともできるわけなんです。うん、でそこのところは設計者の方で自由にアレンジしてもらったらいいかなというふうに思うんですよね。最初は本当に天井一面にルーバーをするのかなって思ってたんですね。でこれ4メートル高いところにルーバーをするというイメージがちょっと分からなかったんですけども、で上がってきたものが本当に一部分だけ使ってなんかそれがすごくアクセントになってる、あの通ってる人にとってとっても少しなんか面白い空間になってるんじゃないかなと思って、まあ、ぜひお願いしますっていうのでお任せしましたね正直。やっぱ不安だったのは床がこのヘリンボーン でなおかつじゃあルーバーも2色使って立体的に組んだ時にものすごくごちゃっとするんじゃないかなっていう心配はデザイン的にあったんですね。だけど結構本当に4メートル天井高があってこれだけの空間だと本当にルーバーがすごくアクセントになっているというか、夕方とか光の陰影が落ちるときにこのルーバーの間からの差し込む光であるとか、これ朝でも夕方でもそうなんですけども、逆に光が差しているのが分かるというか、結構朝来たスタッフとかもまあ優雅な感じになっているのかなっていうのは勝手に思ってますけど、はい、先生もお気に入りであるのがこのルーバーなんですが、非常に軽いという面ですね。やはり天井は特にまあ住宅もそうなんですけど、施設物件では安全性というのが求められますので、これがちょっと落下してきたとか地震が万が一起きて落下したりとかしたら大変なことになりますので、そういった面でも設計の方はやっぱり軽量、少しでも軽量性のあるものを採用いただくケースが多いのかなという。あとはこのルーバーと合わせてその横に大きな面積で貼っていただいているこの天井グラビオ UB っていう、はい、大判の、化粧面材ですね、まあ、こちらの方も色が合うということで、合わせて採用いただいたのかなと、そういう経緯かなと思っております。はい、そうですね、まずはサンプルが何点か欲しいということで、送らせていただきまして、確かサンプルを2回ぐらい取り直しというかお送りさせていただいて、似た色なんですけどちょっとずらしたような色が壁と天井で使われたりしてまして、色のバランスもですねすごく考えられて、そのサンプルを見てですね決めていただいたのかなと思ってまして、まあ僕ら大韓国の商品をいろいろ選べるという点も気に入っていただいているということをおっしゃっていただいてましたけど、一番最初に見たパースがすごいこうこれ面白い空間だな、綺麗な空間だなと思いまして、でまあお世様の思いがですね、まあ、詰まったパースなんだってことで一番最初に見せていただいたものが、まあ、完成してその通りできてるなっていうのがすごく感動しました。もう本当第一印象はそこですね。その中にうちの商品をたくさん採用いただけたのが大韓工業としても
まあ、この床の商品だけじゃなくてその他天井とか、まあ、今一押しで採用いただきたい商品をふんだん使っていただいてますので、ここをぜひ今後もですね、まあ、カフェとして、まあ、私どもの会社のものが見に来たりとかですね、まあ、お客さん一緒についてきたりだったり、まあ、イベントなんかにも一緒に参画させていただいたりっていうのができたりしないかなっていうふうに今ちょっと考えてます、はい、あと工場の開発のに、ね、人間にはぜひこの完成したところは見てほしいなっていうのがもう一番私の思いとしては強いですね、はい、本当に僕一人じゃできなかったというか、自分の頭の中での構想はあくまで頭の中であって、ただただ建築士と施主という立場だけではなくて、そこに建材メーカーさんが加わってくれたというのは非常に大きくてですね、で結局僕らは実物見ないと素人なんでわからないんですけど、それをこう何度も営業の方とかがサンプルを細かく送ってくれたりとかして、我々もこの微妙な色がないのかとか、そういった小さい注文にも答えてくれて、リアルに作っていけたというか、サンプルを見ながら、そこが非常に大きかったなって思いますね。今回のプロジェクトで、まあ、この中央のね、この、まあ、大きな四角い木材のようなルーバーは天井から吊ってみて、その直付けのルーバーと天井から吊られているルーバーが交錯することで、また何か新たな空間のに表情を与えることができないかというふうに、まあ、考えたわけなんです。それでまあ、安全にルーバーが施工できたというのも、今後ね、情報共有をしながらこういったこともできるんですよということが共有できれば、もっともっとその汎用性も広がって、設計者の、まあ、希望にも応えられる部分が増えていくんじゃないかなと僕は感じています。やっぱり大建工業って最初に業界の中のイメージではやはり住宅の建材メーカーという一メーカーとして市場でやらせてもらってますけど、まあ、住宅だけじゃなくて今非住宅を、まあ、今カタログも相当太くなってきましたし、バリエーションも豊富になってきてまして、ただまあやはりこれをいかにこう現場で採用いただくのかっていうのが まだまだ私たちの営業の PR の仕方がまだ分かってないところとかもありますし、まあ、やはりこういった形で現場にたくさん採用いただいて、その現場を見てどんどん工場にも伝えて、僕ら現地の営業がこういう建物に参画させていただく、今回のプロジェクトみたいに参画させていただいて、我々も勉強させていただいて商品開発につなげていけるようにしていくべきかなというふうに感じました。